大正時代から昭和初期に活躍した詩人宮沢賢治と生涯に深く関わった友人とのつながりをテーマにした特別展が練馬区で始まっています。練馬区の石神井公園ふるさと文化館分室では特別展宮沢賢治友情の形が昨日から始まりました。会場には宮沢賢治の代表作雨にも負けずが書き記してあった手帳などおよそ40点の貴重な資料が展示されています。また一時期練馬で暮らし賢治と交流もあった詩人の草野心平が感銘を受けた賢治の詩集春と修羅の初版本も見ることができます。この展示会は今年7月1日まで開催されています。